私の研究テーマは計算機システムネットワークですこれまで得られた知見の中で最もユニークなものはこちらでございます。計算機システムの複雑化大規模化が進むにつれてその構成濃度をデタラメにに接すすることが有効になります例えばスーパーコンピューターの場合現在多数のプロセッサーを用いて一つのシステムを作っております。 このプロセッサー間の通信というのは現在左の図のように規則的に並べておりますそうしますと端から端へ通信する場合多くのプロセッサーノードを経由して通信することになりますこれがですねデタラメに繋ぎますとどこに行くにも近道が見つかりますそうしますとすぐにメッセージが届いて通信値が小さくなるこれによってシステムの性能が大幅に向上することが分かっております この応用といたしましてはスーパーコンピューターに限らずプロセッサーのチップの中のネットワーク構成にも適用できますさてこのネットワーク構成の研究というのはこれまで専門家がやってまいりましたしかし我々はこの問題を一般オープン化いたしましたつまり一人で一部の人間が解くのではなくてみんなで解きましょうという提案です具体的には プロセッサーコアを頂点リンクを辺としたグラフとして表現しそのグラフの中で平均ホップ数の小さいグラフを発展するコンペティションを開催しております。これによってプロセッサーの設計のノウハウがなくてもですね優れたグラフができればそれがすぐ,すぐにコンピューターの設計に反映できるこのスキームを作りました。このオープンハウスに先駆けて先週からこのコンビを開催いたしました。 その結果たった1週間で多くの方からご貢献いただきまして100通弱のグラフが優れたグラフが提案されておりますさて私,私先ほど既存のスーパーコンピューターのネットワークトポロジーよりもランダムトポロジーの方がいいというお話をいたしましたで次なる興味はではランダムトポロジーを超えるトポロジーがこのように存在するのかという点です これについては私どもの解析でスーパーコンピューターやプロセッサーの設計で使うようなノード数について全体の12%の場合実はランダムトポロジーが理論サイトに達しておりますしたがってこれ以上いいものは存在しませんただし残りの88%については更新する可能性がある存在は証明できないけれども可能性が分かっているとそこで今回のコンペを通じて我々は 知見をすべて集約して公開していくということを進めております次にスーパーコンピューターのアプリケーションユーザーとしての知見をお伝えしたいと思いますこれまでスーパーコンピューターは風鈴変換あるいは行列演算といったような科学技術計算を得意としてまいりましたこれは仮に一つのスーパーコンピューターが百万台で構成される場合 1>, 1台の場合と比べて100万倍速くなるあるいは100万倍大きな問題が解けるとそこを目的にやってまいりましたこれがアプリケーションがソーシャルネットワーク解析あるいはグラフ解析のようなですねビッグデータ種類にシフトしていきますとこれはなかなか難しくなってくるというのが私の実感でございますつまりシステム導入時にアプリケーションのデータパスがわからないそれによってチューニングができずですね なかなか並列を出すのが難しくなってきるというのが、えー、分かってまいりました次の研究です光無線スーパーコンピューター光無線データセンターネットワークです現在スーパーコンピューターは一台でだいたい配線が1000キロデータセンターについても配線が数十トンに上っております通常これをです、ね、数年で廃棄いたします これは大変な資源的あるいは人的労力がとります。でこれに対して私どもは有線の代わりに無線を使うそれも帯域の通信大気の大きい光無線で実現するということを提唱実装しております。これによって風呂内配線が小さ、えー、短くなるのみならず動的にネットワークの構成を変えることもできますますたを,調整を上げることにもできます。 でこの私どもの活動というのは今月のアメリカの電子情報通信技術に関する巨大なソサイティであります IEEE の機関紙スペクトラムでえ紹介されました非常に今日の目の当たりつつある技術でございますで今回この技術の根幹であります光無線リンクこれをデモ展示しておりますでですの,であの もしお時間がございましたら恋淵研究室のブースにぜひお越しください。でこれは構造は簡単でして光ファイバーの一部をですねコリメーター特殊なレンズを介して直線光に変えて通信するという原理でございます。でさてこの光無線でございますけれども光ですから遮るものがあると通信が途絶えてしまいます。したがって 一台のスーパーコンピューターの中で多数の光無線を配置するためにはレイアウト工夫する必要がございますそこで私どもはですねこのレイアウトについても考案し特許権利化しております続いての研究です今度はインターネットルーターの話ですこれまで通信は通信機器通信屋さんコンピューターは計算機やというスミラけラがなされていてなかなか 例えばコンピューターネットワークとなるといいう話がございますただし例えばセキュュリティに関すする問題は通信ででももコンピュータでも発生しますそこで我々はこれを統合してですねインターネットルーター上でコンピューティングをするつまりルーターのプロセッサーを使ってセキュリティの向上するような計算をしてですね通信と融合する枠組みというのを通信と計算機の融合の枠組みを提案し実際に実装を動作させております。 続いての研究はスパコンの省電力化の話です現在スーパーコンピューターは1台で20ミリオンから30ミリオンワット消費することをそれがある規模まで考えられておりますそうなってきますと性能向上のみならずいかに電力を落とすかというのが話題になってきますそのため我々の研究室では小さなネットワークを小さなスイッチを多数並べて経路をうまく切り替えることによって性能を稼ぐ方法にを提案いたしましたこれによって 導入コスト消費電力を落とすとすいうことを実現いたしましまこれは当時世界93位のスーパーコンピューターを持っておりました同社大学と一緒に実機で検証いたしております。こちらが最後の話となります。現在私どもはコンピューターを海水の中あるいは水の中で実行することを考えております。これはどういうことかと申しますと現在コンピューターというのは非常に効率の悪い方法で実行しております。 例えばですね電力は発電所から送電線を使ってデータセンターに入るでそこで送電ロスが起きなおかつ直流交流変換をして大きなロスを伴うでさらにコンピューターを動かすとそこから熱が出て困りますそこで熱を部屋の外に出すために熱輸送するクーリングをクーラーを使いますそこで私どもはですね発電機のすぐ下に計算機を並べるで通常発電所というのは水回りにありますから その水の中に直接コンピューターを設置すればですねそこから出た熱というのは余分な消費電力なしに排熱そのまま流すことができるでこの大きなスキンの中で必要な技術というのは今足りてない部分はコーティングでございます我々はコンピューターをコーティングして熱が熱は通すけれど水は通さない湿度も通さないとそういったものを研究開発をしております、えー、小井淵研究室のブースにおいては現在このデモ展示をしておりますのでぜひ 水の中に沈んでいるコンピューターをご覧いただけたらと思います以上ご清聴ありがとうございました